はい、どうもこんにちは、ボコテッペイです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ、今回なんですけども、4月のスピナーベイトですね。はい。さあ、いよいよですね、タイミング的にスポーニングのシーズンになってきました。3月下旬ですけども、ここの河川ではペアリングしてるね、デカバスが見えましたので、ペアリングしちゃうとね、ちょっときついんですよね。なので、まあ、スポーニングエリアだったりとかそういった場所ですね。まあ、基本、スピナーベイトの釣りにおいてはですね、排除でございます。で、まあ、プリスポーンと呼ばれるね、産卵前に体力を蓄えたい個体ですね。そういった魚をね、スピナーベイトで狙うのがおすすめでございます。で、おすすめのフィールドなんですけども、もうね、どこでもといった感じだと思います。三条湖はまだ早いかな。なので、標高が高いところはね、まだ早いかもしれないんですけど、もう4月入ったらもう本番と言っていいんではないでしょうか。でですね、毎度なんですけどもね、魚をね、釣るためにはね、釣りをとにかくね、たくさんするしかございません。で、やっぱりね、現代、魚がいません。はい、これはね、いろんな方がたくさん言われてると思うんですけども、ちょっとね、魚がいないです。これはね、バスだけじゃなくて、他の魚も一緒ですね。それだけですね、自然が少なくなってたりとかですね、やっぱり魚の住む環境ですね、それがね、なくなりつつありますのでね、ぜひともね、自然を大切に、そして魚を大切にしていただけたらなと思います。タックルなんですけども、まあ、毎度なんですけどもね、ミディアムアクションからミディアムヘビーアクションです。で、ロットの長さは6フィートから7フィートぐらい。で、リールはね、ベイトリールです。で、ラインなんですけども、フロロの10ポンドから14ポンド。それかナイロンの12から16ポンドですね。さあ次にルアーなんですけども、スピナーベイトね、いろいろあります。で、初心者さんにね、おすすめなのは、8分の3オンスから2分の1オンスぐらいのスピナーベイトになります。あとカラーですね。カラーはね、目立つカラー。そしてね、釣りする時間帯なんですけども、夕方がおすすめです。朝一はね、まだちょっと朝の気温が低いんで、ちょっとハードルアーは結構きついかなと思います。なのでね、夕方のワンチャンスと言いますか、そのね、小さな瞬間がハードベイトで釣るチャンスです。次にね、フィールドに立つ前の注意点でございます。やはりね、安全ですね。一見ですね、浅そうに見えてもですね、ポイントを移動していくと結構深いところってあるんですよ。でやっぱりね、そういった深いところに落ちてしまうと、足がつかないとね、人間の体って淡水だと頭ぐらいしか浮かないんで、しかもおでこぐらいです。そんぐらいしかね、浮かないんで、大変ね、危険なので、できればね、ライフジャケットをしてください。そして、友達とね、釣りに行ってください。やっぱりね、単独で事故っちゃった時、かなり危ないです。ライフジャケットしててもね、なんだかんだ危ないんで、特にね、初心者の方は、そういったことを気をつけていただけたらなと思います。あとね、当たり前かもしれないんですけど、ゴミを捨てないということですね。はい、ゴミのね、ポイ捨て、結構問題になってまして、まあ、バス釣りはそこまでね、あれですけど、だけど野池がね、釣り禁になっちゃったりとか、あと海の港ね、海の港はもう相当釣り禁にボンボンなってるんで、ほんとね、ゴミはね、絶対に捨てないでください。あとね、近隣住民の方、ね、地元の方をね、大切にしてください。地元あってのね、釣り場ですので、なのでね、地元の人が嫌がることすべて絶対にしないでください。そのぐらいね、ちょっときつい言い方かもしれないんですけど、すごく釣り場がなくなりつつありますので、それだけはね、気をつけていただきたいと思います。さあ次はね、忍者になるということですね。もう毎度ですけども、影を落とさないとかね、水辺に近づくときに物音を立てないとか。結構ね、忍者になると、活性のね、高い魚っていうのが足元にいるんで意外と。なのでね、忍者になると、そういった魚を逃さず釣ることができますので、おすすめでございます。さあ、ポイントなんですけども、まずはね、角です。はい。でね、一見ね、角ってね、至るところにあるんです。こういうところも角だし、あそこも角だし。ここなんかね、取っ手で全て、こういった両サイドにね、角があるんで、そういうところですね。で、さらにベイトフィッシュです。はい。もう、ベイトフィッシュがいれば、バスはどこにでもいるって言ってもね、いいぐらいです。で、最近ちょっとこのエリアね、ベイトが少ないんですけども、まあ、やっていきたいと思います。さあ、スピナーベイト、釣れるのかしら。というか春はね、三寒四温ね、ありますので、まさに今、寒です。はい。スピナーベイトはね、こういった感じで、これ金色なんですけど、あとね、こういった白とかね、チャートとかいろいろあるかもしれないんです。ゴールドがね、結構おすすめです。今ね、ちょっと4分の1オンスなんですけど、動画を見てる方はね、8分の3オンスから、2分の1オンスぐらいがね、一番使いやすいと思います。ではね、角やっていきます。さあ、忍者になって角にやってきました。はい。まずはね、ちょこっと先に投げて、ルアーがね、しっかり動くかどうかっていうのを確認してください。はい。スピナーベイトなんですけども、アピールが結構強いルアーなんで、最初はね、足元からこう、順々に下がってきます。まずはもう5メーターぐらい。
こんな感じでね、ルアーの動作の確認もしつつ、ちょい投げでまずは角を探っていきます。で、角のね、立ち位置は起点、基本ね、起点に立ってそこから四方八方に投げる感じで、なぜ角かというとね、こういったね、角の浅いところまでね、こう魚が餌をね、追い込むんです。で、しかも今ね、風が当たってて、本来であればもうちょっとで風吹いた方がいいんですけど、そうすると弱ったね、小魚とかが打ち寄せられるんで、強い風で。そうするとここはね、回遊ルートでもあるんですけど、回遊ルートだけじゃなくて風が絡むことによって、そういったところにベイトが寄せられて、そしてバスも寄ってくると。なのでね、まあ地形的に角っていうのも重要なんですけど、やっぱり天候であったりとか風とかですね、その1日のうちね、やっぱりフィールドは同じ場所でもね、変化は何回もあるんで、そういったね、変化も気にするようにすると、ハードルアーではね、もっと釣れるようになると思いますので、今日なんかね、ローライト、太陽光が少ないんで、こういう日はね、ハードルアー向きです。ちょい投げしたら、沖ですよね。沖に投げてみる。さあね、こんな感じで角。でね、角全部やってください。で、こんだけ取っ手がね、バーって下流まであるんですけど、やっぱりその上流側の取っ手が良かったりとか、ね、下流側の取っ手が良かったりとか、それも日替わりなので角ではあるんですけども、上流がいいのか下流がいいのかとか、風が当たってる方がいいのか当たってない方がいいのか、そういうことをですね、意識して、そうするとね、やっぱり釣れるヒントっていうのがそこら中に転がってますので、そういうね、ヒントを一つ一つね、拾い上げて、そしてね、その日のゲームを組み立てていきます。はい、次はね、ワンドですね。今こう角やりましたけど、何気にね、取っ手が向こうとここ出てますけども、ここがワンドになります。ワンドじゃないじゃんって思うかもしれないんですけど、ワンドというのはね、基本岬と岬に囲まれてるんです。なので、この取っ手もね、岬の役割を果たしてますね。上流の流れがね、この取っ手に当たってこうぐるっとね、流れが巻きますし、向こうの岬を乗り越えた流れがね、またあそこでも淀むので、なので非常にね、変化に富んだ場所になります。で、ワンドなんですけども、やっぱりこう入り江にこうなってますと、やっぱり魚はね、浅い方にこう小魚を追い込む習性があるので、ワンドのね、やっぱり中っていうのはすごくバスがね、魚を追い込みやすいポイントになってます。で、今ちょっとね、鳥がいないんですよ。ベイトフィッシュがいれば幸せを呼ぶ白い鳥、サギさんがですね、結構いたりするんですね。なので、まずはね、そういう鳥がいるエリアですね、そういった場所を見つけるのもおすすめでございます。で、まあね、鳥がいたと仮定してワンドを攻めます。で、まずね、まあ霞水系みたいなマッティシャローレイクであれば、こういったね、垂直護岸があります。ちょっとね、ここの川だと浅すぎるんですけど、こういうね、垂直護岸を流していきます。ベイトフィッシュのいるワンドの垂直護岸を流していきます。これがまずね、ワンドの攻め方1ですね。ベイトフィッシュがたくさんいる垂直護岸、はい、特に霞水系ですね。やっぱりこういう水路系の川とかもね、垂直護岸って結構あるんで、まあ水路ってなかなかバンドがないかもしれないですけど、そういったベイトフィッシュがたくさんいる垂直護岸っていうのはおすすめですね、やっぱり。じゃ、こんな感じで流していくんですけど、こういうね、ワンドの垂直護岸もたくさんあります、はい。なので、もしね、そのベイトフィッシュがたくさんいるワンドの垂直護岸で釣れたとしたら、同じような場所を探してみると2匹目3匹目に繋がっていくので、まずワンドについて、ベイトフィッシュがいなかったらもう移動しちゃってもいいかもしれないですね。そんで、ベイトフィッシュのいるワンドを見つけたら、そこで垂直護岸を流してみてください。で、さらにですね、垂直護岸に鳥はいるんだけど、バスが釣れないなってことは、やっぱり大きめにいることが多いので、そういった時はね、ブレイクを探ります。で、ブレイクっていうのはね、大体こう1段2段3段ってこう、大体3段ぐらいね、湖ってこう落ちてるんです、こうこんな感じでなので、そこをファーストブレイク、セカンドブレイク、サードブレイクとか呼んだりしますけども、基本ね、おかっぱりからだとファーストブレイクですね。で、そのファーストブレイクがここだと目の前2メーターぐらい先にあるんですよ、はい。で、ブレイクはね、僕のあくまで攻め方ですけど、ブレイクの、まあ、2、3メーター先に投げて、そこからもうクラッチ切ってゆっくり巻く。そうするとブレードを回しながらこうカーブロールするんで、
でカーブロールした着地点がファーストブレイクの頭ぐらいですね。そうするとブレイクのちょこっと先からカーブロールさせてブレイクの頭まで引いてこれるわけですね。そうすると水面からブレイクの頭までをカーブロールさせてサスペンドしてるバスですね、そこまで効率よく攻めることができるので、基本ブレイクの魚はねボトムというか中層に浮いてることが多いんで、なのでそういう攻め方をします。はい。であとね、たまにブレイクってものがなかったりします。たまにね、基本あるんですけど、あとブレイクまで遠くて届かないとか、そうなってくると普通に沖に投げてスローリトリーブですね、ゆっくり巻く、それのみです。はい。でスピナーベイトってね、アームがついてるじゃないですかね、このアーム、このアームがついてることによってすごく引っかかりづらいんです。なので鯉とかね、船とかそういうのにぶち当たっても引っかからないんですよ。なのでだいたい鯉がいるところにはバスもいるので、鯉の体にスピナーベイトが当たらないかなとかね。でちなみに最近釣れた50アップはスピナーベイトで、まず鯉がいる場所を探しました。ちょっとね分かんなかったんで、そんでまあビッグベイトで釣れたんですけど、スピナーベイトは何気にそういう使い方をしましたね。なのでスピナーベイトがなければビッグベイトで釣ることはできませんでした。そのぐらいですね、結構魚も釣ることもできるし、魚群探知機じゃないですけど地形をね探ることもできますので、はい。でこんな感じでね、ワンドの中ね、手前側の垂直護岸、シャローフラットですね、そしてブレイク、さらにブレイクがなければ大きい、はいですね、そういう攻め方です。これがワンドの一連の攻め方といった感じですね。なのでね、垂直護岸で釣れなかったとしたら、ちょっと大きめの杭であったりとか、そういう複合エリアを探ってみたりとか、まあいろいろねできると思います。まあベイトフィッシュがねいれば絶対バスいると思うんで。さあ次はね岬でございます。さあ岬ということでね、まあこの突堤がまあ岬シミュレーションできますんで、この突堤でシミュレートしてやりたいと思います。さあワンドの角、そしてワンドの中で釣りました。でやっぱりねベイトフィッシュがいるのが大前提です。なのでやっぱり鳥ですね、鳥がいる岬、やっぱり岬というのはねすごくあの水通しがいいので、やっぱり魚が寄りやすい地形になります。でここはね川なんで、あの流れがはっきりしてますけども、やっぱりね天然の湖でもやっぱり上流側下流側があるんで、やっぱりね基本上流から下流に水って流れるものなので、ここですとね上流の流れがこの取っ手にぶつかってこっち側に落ちるわけなんですけど、この落ちたところはよれてるんです。落ちてよれる、こうぐるってなってね、でさらに向こうの取っ手に流れが当たって次の岬に当たってよれるといった感じです。まあ岬がねこう均等にこう出てるってこともないんですけど、ただまあそういった岬だとしてやっていきます。でさらにね岬の上流側ね、こっちの岬の上流側にも水が当たってこう寄れます。はい。なのでね天然の湖とかでもこうちょっとねこう地形的にこう突起してたら、そこに水が当たったり水が落ちたりしますんで、そういうね変化で水が巻いてるエリアをねスピナーベイトで探ります。基本ですねそういった岬っていうのはベイトフィッシュたくさんいますので、まあ、そういった岬の周辺でスピナーベイトをゆっくり巻く、ゆっくりそしてじっくりですね、ゆっくりじっくり巻きます。基本ねスピナーベイトはそうですね、ゆっくりじっくり巻く、ゆっくりじっくり、それがスピナーベイトこっち側は上流側の水がこの岬に当たってここら辺が巻いてるわけですね。そこら辺をゆっくりじっくり探ってますね。で結構流れの強い川とかであれば、こう上流側に投げると流れでねこうルアーがこう下流側に押されるんですよ。その押される軌道を利用してストラクチャーに近づけたりとかしてやってあげると、意外とそこからバスが出てきたりするので、なのでね流れが強いエリアであれば流れを利用するっていうこともできます。さあ次はねこっちの下流側の岬ですね。さあねこの岬のぶつかって乗り越えて、そしてできたヨレですね、そこをこんな感じでスピナーベイトでゆっくりじっくり探ります。基本ねこんな感じです。ちょっとね関東のエリアどうしてもバスがいなすぎて、ちょっとおかっぱりからあの
こういった釣りが成立させることが難しいんですけど、特にね神奈川県茨城とかね、ちょっと地方の方行けばそういったバスがたくさんいるような場所ですよね。まあ霞ヶ浦でもね、神奈川県に比べたら全然いるからね。デスレイクと言われる霞ヶ浦ですらそんな感じですので、まだいる方っていうそんな感じなんでね。はい、次はですね橋脚。さあ橋脚にやってきました。さあ橋脚なんですけども、毎回ね説明してますけども、硬い底質のところに橋脚っていうのは立てるので、橋脚の周辺はハードボトム、ね、硬い底質が多いです。なので特にね春先やっぱりハードボトムバスは好きなので立ち寄りやすいです。でまあハードボトムなんで、あの、ね、こう垂直後なんですけど、手前のねこういったところでもスポーニングする可能性全然あるん でさらにねあの橋脚で深いところもあります。なので三寒四温でね、寒くなるとやっぱり深いところに魚は落ちるんで、複合エリアですね。でさらにブレイクもあります。ブレイクも攻めることができて、さらにね橋脚周辺のディープも攻められて、手前のね垂直後半のシャローフラットもハードボトムでいいというので、全部いいんです特にねシャローで全然反応なかったら、やっぱり最終的にはこういったエリアですよね。ということで、スピナーベイトを投げます。でまあね橋脚にまずフリーフォール、スピナーベイトはねブレードがついてるんで、フリーフォールさせてもキラキラしながら落ちてくるんで、まあそういったフォーリングでも効果があります。で次にブレイクですね。今ブレイクに当たりました。あんまりブレイクをじっくり探ってしまうとルアーコース的に値上がりしちゃうので、まあ、ちょっと早めのリドリブですね。で今ので橋脚の下のディープと、そしてブレイク、さらに手前までしっかり引けば手前のシャローフラットも探ることができます。なのでね橋脚というポイントにおいては結構ねあのスピナーベイト生きると思います。全部打ちながらこう流していくわけなんですけど、ね、ブレイクの位置が分かったのであればブレイクの3メーターぐらい先に投げて、そこからもう巻き始めてカーブロールですよね。巻き落としとか言ったりしますけど、カーブロールさせてブレイクにサスペンドしてるバスがねいないか探ります。ね、これはブレイクの攻め方ですね。ブレイクの真下のボトムにいるのであれば、逆にフリーリグとかそういったワーム系のリグの方がいいと思います。でやっぱり手前のねシャロープラットを探りたければ、垂直後半があれば垂直後半沿い、さらにブレイクの手前から巻いてみるとか、結構活性の高い魚ほど浅いところにいるんで、なのでねその手前の浅いところだけ探るっていうのもありです、ね、こんな感じで探っていく。そしてこれでねこういった攻め方で釣れないのであれば、ちょっとスピナーベイトじゃなくなっちゃうんですけど、橋脚の真下とかもっと沖ですよね、そういったところにフリーリグだったりヘビキャラを打ち込むといった感じです。さあこんな感じでしょうか。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。4月のねスピナーベイトということで、もう基本的なことはね一緒なんですけども、やはりですね4月ということでもうハイシーズンだと思っていいと思います。まだまだねちょっとスピナーベイトにがっつり食うようなバスはそこまでハイシーズンに比べると釣れないかもしれないですけど、なんですけどねやっぱりねスピナーベイトで釣れる魚っていうのはそういったエリアで釣れるはずですので、特にねスピナーベイトで釣ったことないという方はね参考にしていただけたらなと思います。ではですね最後までご視聴誠にありがとうございました。ウォーテッペグとボボちゃんでした。またですね次回の動画でお会いしましょう。バイ。